宇宙桜とは、友人宇宙システム株式会社が行った宇宙文化事業、花伝説、中へ。により、2008年に若田光一宇宙飛行士と共に宇宙を旅した種から生じた桜。日本各地14カ所で少年少女らの手によって集められた、本峰屈指の名王たちの種が、2008年11月15日、スペースシャトルエンデバー号で宇宙へ向かい、 約8ヶ月半、国際宇宙ステーション、希望に滞在し、2009年7月31日、若田光一宇宙飛行士と共に、エンデバー号で、地球帰還。2009年秋から2011年にかけて、そのごく一部が発芽し、成長した桜が、宇宙桜と呼ばれるようになった。宇宙に旅した桜は次の通り14箇所14種。満開となった、宇宙。 熊城桜宇宙桜を活用した公益事業として一般財団法人ワンアースが東日本大震災はじめ大災害からの地域の復興に活用する希望の桜計画を進めている。町名で巨大に成長することが期待できる宇宙桜を津波到達点などに植え、1年風化しない避難の目印、そして復興のシンボルとして 大災害の記憶と教訓を伝承する事業。東北三県被災地を中心に実施が計画されており、2021年2月までに15都市で植樹完了、2021年頃までに東北全被災都市への植樹を目指す。さらに2019年からは、兵庫県南淡路市、埼玉県吉川市、大阪船屋川市など、未来の子孫を守る。 防災減災目的で当該計画に参加する自治体も現れ始めた。これまでの主な植樹実績は次の通り、ありがとうございます。